それでは次回4月27日金曜日から放送の番組内容をお知らせします。次回のアイウェーブ松阪は島根県浜田市伝統芸能石見神楽議会報告会などご覧の内容でお送りします。この後30分からの特集コーナーでは生き生き健康情報楽しく子育てしようをお送りします。次回のアイウェーブ松阪もぜひご覧ください。それではこれで失礼します。